ダークソウルズ3は、フロムソフトウェアより2016年3月24日に発売された、プレイステーション4、Xbox One、Windows 用、アクション RPG。2017年4月20日に、2つの DLC を同梱した完全版、ダークソウルズ3ザ・ファイア・フェイズ・エディションが発売。E32015 の開幕に先駆けて行われた、イベント、 Xbox E3 2015ブリーフィングにて正式発表されたダークソウルズシリーズの3作目。ディレクターを務めるのは前作ダークソウルズ2を担当した谷村由衣、渋谷智博ではなくデーモンズソウルズ、ダークソウルズ、ブラッドボーンと同じ宮崎栄光である。宮崎栄光が過去に手掛けた作品同様に本作もいわゆる死に芸である。 敵のほとんどは固定配置で、ある程度のランダム要素が加えられつつも、基本的に決まった動きをするので、失敗や死亡を繰り返しつつ、動きの癖や隙を覚えて攻略していく。ステージ上に多数設置されている罠や仕掛けは、急がずに、よく観察すれば対処できるものばかりで、理不尽さは少ない。ソウルズシリーズ及び、ブラッドボーンでおなじみの要素として、 敵や仕掛けが発する音や声には、はっきりとした個性が持たされており、これを聞き取って、不意打ちを察知したり、一部の強力な技を見切ったりする、ことも過去作同様に求められる。システムは前々作である、ダークソウルズのものに回帰しつつ、ダークソウルズ2の二刀流、ブラッドボーンのため攻撃、合言葉マッチング、本作初となる、戦技や、狂った霊体などが加えられている。 なお、ベーグラントは復活しなかった。戦闘は鈍重だった前作及び前々作とは異なり、ブラッドボーンに近い敵味方ともに動きの速いものとなっているが、コンボや指先の技量はそれほど重視されておらず、縦による防御、間合い、立ち回り、差し合い、そして前述の通り失敗を繰り返しつつ、敵の行動を覚えて学習することに重きを置かれている。 敵キャラクターの動きが過去作よりも多彩かつ複雑になっており、特に騎士に相当するキャラクターは総じて強敵となっている。レベルデザインにおいては、1ステージが過去作より長めになっており、さらに上下方向に入り組んだ構成となったほか、中ボスに相当する敵が多めに配置されているのも特徴である。ただし、ボスと違い、中ボスの多くは逃げることもできる。 ほとんどのステージの関門や終着点に現れるボスは残りヒットポイントが一定値を下回ると攻撃を撃化させたり見た目と戦い方を大きく変えるようになった。これもブラッドボーンから取り入れられた要素である。本作で初登場となる新システムであり武器ごとに設定された強力な技を繰り出すものである。仕様には FB と呼ばれる。 マジックポイントに似た数値を消費する。多くは攻撃及び攻撃に派生する構えや予備動作であるがパリーや魔法の強化などの補助系や隠された公式メッセージを見えるようにするといった特殊なものもある。概ね前作、前々作と同じであるが、今作では狂った霊体が登場した。これは敵、味方を問わず、 マルチプレイヤー開始時に決められた人数のプレイヤーを殺すことを目的としている。闇霊の場合は通常の闇霊とは異なりホストではなく指定された人数の白霊や他の闇霊を殺すことでも目標達成となる。白霊の場合はホストや他の協力者及び侵入者を殺すことで達成となるがこれを無視してホストや他の白霊と協力して 闇霊のみを殺し続けても良い。ただし、通常の白霊と異なり同士打ちが起こるため注意が必要な上、あくまでもホストがボス部屋に入る前に決められた人数を殺さないと失敗扱いとなり、報酬は得られない。途中まで協力しつつ、難所で裏切るなどの緊張感に満ちた遊びもできるシステムとなっている。また、 ブラッドボーンからメッセージにジェスチャーを取る幻を添付することと友人とだけマッチングするのに便利な合言葉マッチングが引き継がれた。前者は前を指さすジェスチャーを添付してメッセージの意図をわかりやすくしたり役に立たないアイテムに対して人を送ったようなジェスチャーを添付して笑いを取るなどの利用法がある。これもブラッドボーンから引き継がれたシステムである。 ゲーム開始時に作り上げた主人公の用紙をお気に入りとして保存するシステムであり、気に入ったキャラクターと同じ見た目の新キャラクターを即座に作り直せるようになった。キャラクターメイキング画面と実際のゲーム中では光源処理などがやや異なるため、作成時によくできたように見えても、本編中では不気味になったりすることがあり、即座にニューゲームに戻って保存した用紙を手直しすると、 いった、やり直しの省力化にもつながった。発売から半年以上経って配信された、有料 DLC 第1弾、アッシュス・オブ・アリアンデルに同梱された、ゲームモードで、同、DLC もしくは DLC 第2弾、ザリング・ド・シティのいずれかで、一定の条件を満たすと解禁される。オンライン専用の対人戦に特化したモードであり、決闘、共闘、乱闘の3つのルールが存在する。 勝敗数に応じて名誉のランクが付けられ、マルチプレイヤー中の名前表示の隣にメダルとして表示される。一度メダルが付くと外すことはできない。メダルによる役得は存在せず、あくまで名誉のみとなっている。ロスリックと呼ばれる王国には、世界の根源である、始まりの日を継いだ、滝木の王たちの亡骸と彼らの故郷が流れ着く。ある時、始まりの日が陰り、 金が響き渡る。火が陰ったことで生死の境が曖昧になり、死んでいた焚木の王たちが蘇る。彼らは課せられていた棺の使命を、ある理由から投げ出し、ロスリックに流れ着いた、自身の故郷にこもってしまう。時を同じくして蘇った、火のない灰と呼ばれる、不死人。この不死人には、焚木の王たちを玉座に連れ戻し、棺を行わせる使命が課せられていた。 主に本作で追加、変更された用語を解説する。ロスリックの地は、歴代の焚木の王の故郷が集うという設定のため、砂漠の民の地下墓の隣に寒々とした貴族の町があるなど、地理的、気候的に大きく異なる地域同士が隣り合っていることが珍しくない。以下は DLC 第1弾に登場する場所。以下は DLC 第2弾に登場する場所。 過去作における闇のソウル、またはダークソウル。メッセージや家などの非動機、マルチプレイヤーはオンラインモードであれば常に解禁されている。和のトに登場する、湿り人など、敵味方は問わない。主にソウルと引き換えに主人公のレベルを上げる役割。主に武器の強化や修理を行う。本作における商人。 ゲームが進むにつれ、NPC の数は増減する。本作において、説明はないが、過去作で説明されている。過去作に登場する、超人族のベルカのカラス人とは全く異なる様子であり、背中から翼が生え、肌は灰色で、人間とほぼ同じ顔と体を持つ。過去作のなり損ないとは見た目が異なる。エルドリッチは一食いを繰り返して莫大なソウルを、 溜め込んだことで、体が膨れ上がり、果てはとろけたおでいになってしまった。過去作のベルカのカラス人が腐ったような容姿のものたちと、本作から登場した人間に近い容姿のものたちが共存している。砂の呪術師、過去作における砂の魔術師の末裔も登場する。ありがとうございます。